ワローズのゲームを解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。先発松井。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、インハイ際どいポイント入れてきました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打った、バッターは2番に入っている大引き。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー松井、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。打ちました、痛烈、非常にブレーキが効いたボールです。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは DH 大谷。ワンアウトランチ、そうですか、真ん中打ちました。ここはゴロを打たせるようなボールだよね。そうですね、変化球空振り、2アウトになっています。打順は4番筒香。初球ストップ、変化球が決まっています。ノーボール2、3球目打ちました。さあこれからスワローズが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の菊池。柳田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあまず1球目打ちました。バッターは2番に入っている山田。菊池、まずは先頭バッターを打ち取っています。おっつけて打ちました。バッターボックスには3番落合。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、打球はライトへ。バッターボックスは4番中村。ツーアウトになっています。いきなり牽制、ファーストランナースタート。ここで盗塁、2球目打ちました。2回になります。スワローズの攻撃、バッターボックスは5番新井。スワローズ得点に動きはありません。攻撃です。赤星さん、この場面インサイド落ちました。しっかり見極めたいですよね。なるほど、そうですか。ノーボール2ストライクです。引っ張った、6番バッター吉村。松井、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、インサイド落ちました。はい、変化球わずかに外れてボール、インサイド落ちました。フルカウントです。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのが打ちました。バッターは7番に入っている三輪。2アウトランナーありません。打ちました。1回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスには指名打者の山川。スワローズ得点、ジャストミート。バッターボックスは6番吉田。里崎さん、ここで変えてきましたね。まあ最終回ですからね、とにかく塁に出さないことを最優先に組み出したいですよね。また初球、バッターは7番に入っている丸。ツーアウトランナーありません。この回の菊池、たった2球でツーアウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッター、ふわふわっと上がった。3回の表スワローズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターはグリーン。スワローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。バッターボックスには代打の池山。さあファンの歓声が選手の背中を押します。1点が欲しい場面ですから、いい判断だと思います。センターへ、
さあ、そしてバッターボックスには飯原が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで得点できれば。バッターボックスには代打の秋山。野田、まずは先頭バッターを打ち取った。いいとこ打ち上げた。さあ、そして打席にはピアネが入っています。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。攻撃にリズムが出てきてますから。レフトに持っていった。ピアネキッズ、これが初球。また初球、ワンストライクです。いいところ、レフトに持っていった。これから3回の裏、タイガースの攻撃です。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の甲斐。バッターボックスには代打のグランコ。里崎さん、この場面で変えてきましたね。そうですよね、重要な場面ですからね。まあ、ただここを抑えることで自分たちに流れを呼び込みたいですね。なるほど、うちのボール打った。バッターボックスには坂本が入ります。ボックスには代打の中村。さあ、里崎さん、一打サヨナラの厳しい場面となりました。まあ、相手も代打で勝負かけてきましたからね。ここは正念場ですよね。そうですね。さあ、ここはしのいでいけるか。ジャストミート、逆転サヨ。十分警戒はしていたのですが、最悪の結果となった。